ちょっと使ってみるか。あ、これもしかしてシャボン弾でさ割るんでねえの。あ、無理、あ、無理だね。シャボン、あ、来た来た、ほっぽん、バーン、オッケー。早く帰って寝ろ。デグナッツのくせになかなかやるな。お前なら町の外にの天文台にあるボンバーズのアジトに行ける。あ、なるほどね、いいね。え、いいじゃん、もう終わったんだから。よし、やろうと、集まれ。めっちゃ来る。俺たち5人を明日の朝までに全員捕まえられたら暗号教えてやる。マジかよ。でも時間ないんだって。明日の朝、時間ないって言ってんの。マジで明日の朝じゃないんだよな。この中いたりすんじゃない。なんか落としてんだよな。でもどこか近くにいる気がする。ん、あ、いた。おーい、逃げるタイプかよ。おーい、待ってくれ。おー、オッケーオッケーオッケー。逃げるタイプは困る。でもま、さすがに部屋の中いないだろうと思いたいな。これは家の中にはいないと思いたい。よし、あ、じゃあこれ犬だわ。え、各場所にいるのかな。なんなんだよ君は。じゃれ合いたいのか。また後でな。洗濯場、こんなところもあんのか。何、カエル、リッスン、ん、え、何、わかりません。ちょっと待って、そんなことしてる時間はない。出た。部屋で演奏してたらうるせえって怒られちゃった。おじさんは大人だから一晩中ここにいよう。僕は子供だからお家のベッドに入ろう。え、鍵がかかっている。はいはい。なに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 、ああ、ああ、あ、そういうこともできんの。あ、これデクナッツの特性なのかな。ん、ちょっと、ちょっと、いや、もう時間ねー。マジですごい時間に迫られるゲームだな。苦手。超苦手なんだけど、そういうの。え、ちょっとちょっと困るっぴ。何、あ、僕の住処なのにみたいなこと。ここはわしの土地だっぴ。留守の間に勝手に使わないでほしいっぴ。町のカーニバルが始まる前に持ってきた商品がほとんど売れてしまったから、わし店を閉めて母ちゃんに土産でも買って里に帰ろうと思ってるっぴ。なんでもこの世界で一番輝く月の涙とかいう石があるって聞いたっぴ。そいつを持ってたら譲ってほしいっぴ。そしたらこの場所をデクバナもつけて譲るっぴ。ああ、持ってないっぴ。お前も同じデクナッツならデクバナがあるとどれだけ便利か知ってるっぴ。早くしないと他のデクナッツに譲っちまうっぴ。月の涙、これもでもわらしべ要素なんだろうな多分な。やめろー犬ー。あ、聖なる剣、を持つ者は我と出会いし証を残せ。ちょっと、もう袋って、じゃあ、いや、これ探すの大変。マップがよくわからんのじゃ。初めて来る場所、ここはクロックタウン西。あ、いるじゃん、ほら、捕まえさせろ。はい、オッケー。あと3人。いや、時間が、あ、なんか画面がちょっと変わったぞ。え、なになになに、え、なに、何？何？あ、一日終わるよってこと？待ってくれ。あ、うわ、怖っ。何これ。間に合わなかったんですけど。ちょっと待ってくれよ。待ってくれよ。ちょっと待って。
おい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 、嘘でしょそんな、もう一回晴らさないといけないの？おい、ちょっと待ってくれ。マジでゆったりしてられんな、このゲーム。おい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 、ほんとか？もう一回する。うん、明日の朝ね。はいはいはい。そしたら、もう24時間ぐらい、まだ猶予あるもんね。よしよしよし。はい。いや、これどうせな、最後の一人大変とかいうオチなんだろうな。で、極核あると思うから、家の中にはいないでほしいんだよな。この南にいるかどうかがちょっと謎だな。ぐるっとちょっと回ったけどいなかった気がするから、他の場所にいるのかな、西。で、洗濯物置き場みたいな。洗濯場か。洗濯場いるのかな。家の中いそうだな、でもこれ、このまま行くとさ。ん？あんちゃん、ワイニルピー預けへんか？今日日手元に置いてもたまらんたまらん。今ならキャンペーン中や、貯めたルピーの数に応じて好きなグッズがもらえるで。今よりもっとルピーがいい。あ、へえ。今、手持ちがそもそもないですからね、全然。え、これなんかやられたらルピーが半分になって復活みたいなのあんのかな？ちょっとわかりませんね。待て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 、カメラのカメラカメラカメラがカメラが難しいようなことするな。移動が大変だぞ君。ちょっと、よしよしよし、オッケーオッケー、はい、ナイス。あと2人。南、あ、ハートのかけらあるじゃん。ちょっと北にまず行って、北じゃないわ、南、西、東か、東まだ行ってないか。あ、こいつは、こいつは違うのか。あれ、北戻ってきちゃった。あ、いた、いるのかい。同じ場所に2人いたりすんのか。この足音とかが、え、ちょっと早すぎない？お、ほらほら、よし、あと1人。どこだ、南にいんのかな、やっぱり。どこだ、待ってくれよ待ってくれよ。あ？ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回見よう。ちょっともう一回見たかったんですけど、何をしてんのよ、あ？あ？なんで、え、ちょ。あと10時間、嘘だろ。あいつだわ。どうやって行くんだ、あれ。ああ、え？ん？マジでちょっと待って。マジでちょっと待ってくれよ。めちゃくちゃ時間経ってるけど。いいのか、これは。オッケー。ようやくだよ。ほんとに。しかし惜しいな。お前が人間だったらボンバーズオリジナル団員手帳を渡して仲間に入れてやるところなんだけど。お前らどう思う？ダメダメ。そうだよな。一度人間じゃないやつを入れて、こいつらひどい目にあってるから。ん？一回しか教えないからよく見とけよ。1、2、3、4、5、5、4、3、1、2か。5、4、3、1、2だぜ。忘れんなよ。俺たちの秘密のアジトのルートは、タウンの東にあるぜ。5、4、3、1、2ね。もう一度教えてほしいかみたいな。うわ、これあれかな、
やり直すたびに暗号違ったりするのかな。そういうパターンでこうなんていうの、時短阻止みたいなありえるな。はいはい、5、4、3、1、2、はい、当たりディッシュ取ってよし。天文台のじいちゃんのところには面白いものがいっぱいあるでしゅ。正義の秘密結社ボンバーズよ、永遠にでしゅ。なんか、ね、願い事、じゃあ頼み事がある人はなんか下の時計がうんたらかんたらみたいなことをなんか言ってたんだよ。あんまり詳しく覚えてないです。割と飛ばしちゃったからね。看板を消してしまったからね看板を消してしまったからね。何？わあ、ライフ減らない。はい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 、時短ん？うわ出た、うわ、なんだっけ、スタルチュラアタック。これシャボン、シャボンか。スタルチュラも知らないの？硬い体に守られているけどお腹だけは柔らかいのよ。これ攻撃できないのかな？これ、あ、無理か。シャボンアタックじゃないとダメか。ほらほら。パーン。あれ？あ、これ普通にパーンでいいのかな？ほい。ナイス。なんだ？え？ああ、なるほどね。プー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 、あれ？プー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 、はい。パーン。え？すごいな。柱に対しての打撃力がすごい。おらー、だらー。ニュイン、ニュイン。何？Yo, baby! ほら、ナイスな楽器を求めてさすら小粋なかかしだ。ベイビーが望むなら時間を忘れて朝までダンシングだ。Shall we dance? いや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 、時間忘れちゃダメだよ。え？はい。そんなら時間を忘れてレッツダンス。トゥトゥトゥ。あ、これ踊ってる間時間消費しないよってこと？それだったら嬉しいけど。いや、残像がすごい。嘘だろ？嘘だろ？いや、やらねえよ、バカ野郎。最後の朝って何？嘘でしょ？なんだよ、最後の朝って。バカじゃないの？ちょっと何やってんだよ。最後の朝じゃないんだよ。なんだこのゲームやばいぞ。おじいちゃん、ボンバーズの新しい仲間かの。この前の仲間よりはしつけが良さそうじゃの。この間の悪ガキときたら部屋の道具壊すは月の涙。あ、月の涙。今もほれ、時計塔のあたりでいたずらをしておるじゃろ。はい。アスタルキッドそこにいるってこと？ A でズーム。時計塔ね。時計塔ってこれ？あ、上か。あれね。出たよ。あ？おい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 。あ？あ、月の涙ってそれ？あいつより早く取れってこと？ん？うわ。怖。あ、え、何この穴？どうじゃ、悪ガキが見つけられたか。それにしても大きな音がしたの。どうやらまた近くに月の涙でも落ちたのかもしれんな。時計塔の上にどうやって上がったのじゃろう。あそこにはカーニバルの前夜だけ開く扉から出なければ上がれないはずなんじゃろう。
ちょっと待って。最後の一日なんですけども。最後の朝なんだよな。あ、あ、近っ。月の涙。あ、なるほど。これをデクナッツに渡すことによって、外に出られるようになるってことかな。あの、デクの花を利用させてもらうことによって、そういうことかもしれん。なんもなかった。あのスタルキッドが、なんか前に仲間にした人間じゃないやつっていうことなのかな？なんか不穏な曲が混じってるんだけど。もうちょっと待ってくれよ。頼むよ。マジで。頼む。街のカーニバルが怪しくなってきたから。はいはいはい。はい、はい、月の涙持ってますよ。あ、あー、はい。で、月の涙、月の涙、あ、え？ちょっと月の涙を選択させて、よし。はい。はい、月の涙。あ？ちょっと待って待って待って。あげるあげる。はい、はい、はい、月の涙。どうぞ。その石譲ってほしいっぴー。その代わりこの場所と、はい。はい、ありがとう。え、土地の権利書。サンキュー。母ちゃんは昔から宝石とか怪しく輝く石に目がないっぴ。ここの土地の権利書はデクナッツたちの間で引っ張りだこ。へえ、お前なら知ってるっぴ。いらなくなったらここなら売れるっぴ。ああ。じゃあ誰かにまた売るんだね。ストーリーに関係してくる、わらしべってことか、じゃあ。はよしてほしいな。もう月落ちてくんだよな。もう見えてる。見切れてますよ、月さん。お月さん。はい。やめろ。時間を消費さすな。はい。おお、天高く。どこ行けばいいの、これ。はい。パララレーン。ナイスー。時計塔の入り口は年に一度のカーニバルが始まる前夜の12時からじゃないと開かないわよ。え？あ、じゃあこれ最後の朝でよかったってこと？あ、これ待たないといけないのか。じゃあちょっと時間をじゃあ消費するか。どなた？どなた？早っ、早っ、あいつ早っ。郵便屋さんだ、あいつ多分。不思議の帽子にもいたもんね。めちゃめちゃ足の速い人。つくつくつ。ダメだ、何にも、このデクナッツの姿じゃ何もできない。多分。あ、来た来た。あ、ようやく。あ、やっぱ待たないといけないのかこれ。えっ、おう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 。なになに、ちょっと急にタイムリミット来てますけども。待って待って待って、街を探索しろってことなんだな、この時間の中でさ。そういうことか。だからあのね、朝まで時を忘れて踊ろうみたいな、グズグズしないの。ああ、待って、もうめちゃくちゃ月近かったけど今。あ？君は何なんだ一体。いや、操られてるってことじゃないのかな。姉ちゃん、トレイル、あんたたち探したわよ。あんたたち、
沼、山、海、谷にいる4人の人たち、早くここに連れてきて。沼、山、海、谷。余計なこと言うな、このバカ妖精。トトになんてことするのよ。まあいいや、今さらあいつらが来てもオイラにかなうわけないさ。ヒヒ。上を見な。止められるもんなら止めてみろ。ちゃんと鼻があるね、この月には。おお、めちゃくちゃ震える。すごい、困り顔みたいになってる。ああ、何？あ、風船だ、風船。風船で。ほい。え？あれかな？スタルキットに当てんのか？お、ナイス。よし、オカリナ。オカリナー、時のオカリナを奪い返した。鶴戸姫から預かった思い出の楽器。C にセットしてオカリナを構え、A と4つの C で演奏をかな、できる。やめたいときは B。ゼルダ姫との思い出が蘇る。時のオカリナの頃の記憶。あなたはもうこのハイラルから旅立ってしまうのですね。あ、ハイラルじゃないところにいるんだ、今ね。そういうことね。ほんの短い時でもこのハイラルであなたと共に過ごした日のことは決して忘れません。そしてまたいつの日かあなたと出会える日が来ると私は信じています。あなたにこれを。あ、時岡。ああ、これ、ナビーってなんだっけ？なんかどっか いなくなっちゃったんだっけ？ナビー探してんのか、これ。右下。その先は教えてもらってないんだけどな。時の歌を思い出した。記憶の片隅に残るこのメロディー。ゼルダ姫との思い出の曲。片隅？もっと深く心に刻みつけよ。ね。時の女神はあなたを守っています。時の歌を奏でればあなたの力になるでしょう。これ時間が来ないといけない、パターンとか出てくるんだろうな。何思い出にふけっているのよ。しっかりしてよ。お借りのなんか取り返したって何の役にも立たないわ。ああ、神様、時の女神様、誰でもいいからお願い、時間を止めて。セットして。お借りな、セットして。はい。え？なんで緑色に？あんたその楽器いつの間に？え？いくよん。右。右下、ばばば。セーブして最初の朝に戻りますか。え？はい。なんちゅうメロディーを教えてくれてんだ、ゼルダ姫は。こっから？え？怖えな、これが怖えよ。
こっからなの？今の一体何だったの？あれ、ここは。時を戻そう。戻ってる。近っ。思ってた以上に近かったな。あんた一体何者？さっきの曲といい、取り返した楽器といい。楽器？そう、楽器よ、楽器。お面屋があんたが取られた大切なものを取り返したら、元に戻してくれるって。あんたすっかり忘れてない？ああ、じゃあお面屋、あんたが取られたものってオカリナのことだったってこと？お面屋、一体何者なんだ？はい。なになになに？な、お前なんかもう急に移動するじゃん。こんなんあった？ティンティンティン。はいはい。ムジラの仮面でもオカリナは大事になってくるのね。癒しの歌。なんでこんなメロディーをお面屋は知ってるんだ。え？バイバーイ。どういうこと？どういう関係性がよくわかりませんけれども。この歌は邪悪な魔力や浮かばれぬ魂を癒し仮面に変える曲。この先きっと役に立つと思います。へぇー。ほうほうほう。魔力は仮面に封じ込めました。被ると先ほどの姿に乗り移れますが、外せば元の姿に戻ります。へー、そういうことなのね。スタートボタンを押し、お面画面でお面画面、なんだその陰踏んでるみたいな。では約束のものをこちらへ。いや、持ってないです。まさかあなた、私の仮面を取り返していないとか。うわっ。あんてことをしてくれたんだ。君が盗まれなければよかった話なのよ。実は私の盗まれたあの仮面、ムジラの仮面といって、太古のとある民族が呪いの儀式で使っていたとされる伝説の呪物なのです。呪物でいいのかな。その仮面をかぶった者には邪悪で凄ましい力が宿ると言い伝えられています。伝説ではムジラの仮面がもたらす災いのあまりの大きさに、うわ、それを恐れた先人たちが仮面を悪用されないよう永遠の闇に封じ込めたといいます。それを発掘してしまったのがあなただと。その力がどんな力なのか、伝説に記されたその民族が滅びた今ではわかりません。しかし私は感じます。苦労して手に入れた伝説の仮面、あれを手にしたとき感じた身の毛もよだつまがまがしい力、あれが今あの氷の手にある。お願いです、あの破壊が大変とんでもないことが、お願いです、お願いです、あなたならできる。そうですか、やっていただけますか。そう言っていただけると確信しておりました。大丈夫、あなたならきっとできます。自分の力を信じなさい、信じなさい。この人はカクカク動くっていう、そういう特性があるんだね。あと71時間しかありません。まあそういうことなんだろうな。時を戻しながら、その進んだことによる、そんな仮面だったんだ。
スタルキッドのやつ、仮面の力に頼ってあんなことするなんて、とにかくあいつをなんとかしなきゃ。トレイルの言っていた、沼、山、海、谷っていうのは、きっとここから四方に分かれる場所のことを言ってるんだわ。だけどそこにいる人って一体誰なのかしら。あの子ったら肝心なところがいつも抜けててさっぱりわからないわ。こうなったらその場所に行くしかないわね。まずは目の前の門を抜けると沼のある地方に出られるわ。まずそこから行くわよ。はい、まあそうね、今何を言おうとしてたのか忘れましたけど、時を戻しながらこうあれだ、ちゃんとこう知っとかないとね、勝手に時進んじゃうから。あ、マップがもうある。はい、曲もやっぱいっぱいあるのね。あ、お面画面。え、お面こんだけしかない、もしかして。ということでね、なんだっけ、時を戻しながらその時間計画によって解放される何かとかを考えながら時を戻して攻略していくということなんだろうね。だから今ね、この時のオカリナ手に入れた時みたいに、最後の朝のちょっと前にならないと扉開かないよとか、そういうのがあるっていうことなんでしょう。まあ、ちょっとね、なんだ、カカシとダンスして最後の朝になった時はびっくりしましたけれども、まあ、頑張っていきたいと思います。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よければね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またね。